はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、リドリー・スコット監督最新作の映画ナポレオン感想レビューネタバレなしということでお話ししていきたいと思います。はい、ナポレオン見てきましたナポレオン見ました。はい、一応ですね、エクソシストの次にナポレオン見たっていうことで1日でですね、2本見てきたんですけども、もうヘロヘロでございますね。もうね、もうダメはもう1日に2本はきついべ。なので、まあ今回エコモードでですね動画の方回していきたいと思います。ちょっと編集の方が少なくなって見づらいかもしれないんですけども、ラジオ感覚で聞いていただければなと思います。でですね、ストーリーの方、ネタバレなしということなんですけども、結構掘り下げてお話はしていこうかなと思います。それでこそナポレオンなんで、もうあるんで、ネタバレ、ネタが。ネタがあるんで、まあ本当にこの作品の中のどういう風に終わりかとか、何々戦争の話とかはしませんよ。ただこの作品の特徴みたいのとかはお話ししていきますんで、まあね、ちょっとぐらいだったら聞いてもいいよっていう方はぜひね、聞いていただければなと思います。はい、で今回のですね、お話入っていきますけども、ナポレオン、リドリー・スコット監督でございますけども、すごかったね。やっぱね、おもろかったわ。ホアキン・フェニックスがね、ナポレオン演じたということで、本当にね、見るべきだと思います。映画館で見に行くべき作品だと僕は思いますし、ぜひ皆様にも見てほしいんですけども、いかんせん長いっすよ。もうね、俺このナポレオンの映画何時間映画館にいるんだろうと思っちゃったぐらい、体感4時間ぐらいに感じてしまったなというところでございます。はい、厳密に言うと2時間4、50分ぐらいなのかな、だと思うんですよ。決してね、つまんねえからっていうわけじゃないよ。つまんねえからっていうわけじゃないんですけども、体感ね、そういう風に感じてしまったなというところがございます。はい、で、今回のですね、お話、ナポレオンなんですけども、私個人的にもナポレオン、まあどういった人物なのかってうろ覚えだったので、 YouTube で、まあ、予習していざね、劇場に足を運びましたっていう感覚でございます。なのでほぼ無知に知見じゃねえかなというふうに思ってます。まあフランスのめちゃめちゃすげえやつみたいなね感じだったんですけども、予習はね、しておいた方がいいかもしれません。予習はね、しておくに越したことはない。まあいかんせん先ほどお話ししませんよって言ってましたけども、いろんなところの、まあナポレオンの、それでこそフランス革命ですよ。マリー・アントワネットが処刑されてから始まるんですよ、このナポレオンっていう作品が。だってそこからのナポレオンの人生みたいのが描かれているんで、やはりね、ある程度何々戦争はどこどこと戦ってみたいなね、そういった知識はね、入れといた方がですね、見やすいかなというふうに思います。でね、ナポレオンのね、そのね、やっぱね、キャラクターもめちゃめちゃね、いいのよ。ナポレオンっていうキャラクターがめちゃめちゃいい。それでこそ今回フォアキン・フェニックスがね、ナポレオン演じているっていうふうに先ほどお話ししましたけども、ナポレオンって皆様どういうキャラクターだっていう感じですか？なんかね、諸説ありますけども、身長が低くてですね、なんかクールみたいなね、そんな感じでございますけども、なんかね、本作では本当にナポレオンが一人の人間として描かれてるなっていうのがありましたね。それでこそ人を好きになって、戦争のことを第一、まあ国のことを第一に考えてたか、それで戦争に突出していて、ただ奥さんのことも大切でみたいなね、まあね、それではもう本当にナポレオンっていう男はこういう男なんだねみたいな。でそれにプラスアルファ戦争のね、リアリティあふれる、エキストラ何千人集めましたみたいなね、カメラ何百台で撮りましたみたいなのが売りなんですけども、で今回の作品で一番重要なのは、僕はね、ナポレオンの奥さん、ジョセフィーヌっていうキャラクターでございます。今回のナポレオンはもうほぼ脇というか、もうジョセフィーヌあってのナポレオンなんじゃねえかなというふうに思っておりますね。それでこそ、作品のね、
うん、作品ね、6がナポレオン、4がジョセフィーヌぐらいなんじゃねえかなっていうぐらい、うん、でこのジョセフィーヌっていうキャラクターがね、すんごいいい味を出してるんですよ。ごめんなさいね、役者の名前を皆さん調べてください調べて、うんうん、でこのねジョセフィーヌっていうキャラクターはもうね、なんかね、あこのねジョセフィーヌっていうキャラクターはちょっとね男遊びが好きなね、あ姉さん女房なんですよ、うん、ただその姉さん女房にナポレオンはめちゃめちゃ溺愛していくんですけども、このねジョセフィーヌがあまりにも綺麗すぎて好きすぎちゃって、ナポレオンがメンヘラになってしまうっていう要素がねあるんですよ。それでこそ手紙何百通送ってますとか、そのね表現の仕方もすんげえいいのよ、うん、リドリー・スコット監督めちゃめちゃおもろいなーっていうのがあったりとかして、それでこそめちゃめちゃシュールなのよめちゃ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 シュールなのよ、だってリドリー・スコットだから、うん、めちゃめちゃシュール、いやリドリー・スコットがシュールって分かんないけど本当にシュールなの。でね、笑いなのかマジなのか全然分かんない、このね関係性というか内容が あるんで、なんかこの作品って緊張と緩和みたいのがあったりとかするんですよね。うん、なんかそのジョセフィーヌっていうキャラクターがいるからこそ、ナポレオンっていうキャラクターが生えているみたいな感じではあるんじゃないかなというふうに思っております。で、この作品のですね、まあ、客観的というか全体的なお話なんですけども、僕個人的にはね、テンポはめちゃめちゃスローペースだなというふうに思いました。そのスローペースっていうのは何なのかっていうと、本当にね、ゆっくり淡々と描いている、うん、メリハリというよりかは本当に、あ、ナポレオンが今こういうことを思ってるんですよ、はい、皆さんも舐め回すようにしてみてくださいね、一方奥さんのジョセフィーヌはこういう感情を表してますよみたいなね、うん、そのナポレオンのメンヘラ具合っていうのがめちゃめちゃ伺えている、まあ本当にだからナポレオンの苦悩と葛藤を描いてるんですよ。超ミーハーな言葉使いますけども、超ミーハーな言葉使いますけども、本当にそれなのよ、うん、本当にそれなので、そういったところはですね、あ、ただね思うのがあんまりね、歴史が好きじゃない人は結構厳しいかもしれない。それでこそ今回のお話でもイギリスも出てくるし、ロシアも出てくるし、もうとにかくヨーロッパいっぱい出てくるのよ、うん、ヨーロッパだってヨーロッパの話だからさ、ヨーロッパの話だからいっぱい出てくるの。だから本当に知らないと、あれここどこだっけ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 みたいな、もうてんやわんやになってしまう、うん、なのでなんか映画が苦手というか、うん、歴史がちょっと苦手な方と行くのはね、あんまりおすすめしないかもしれないです。それでこそ何、彼氏彼女がさ、俺ちょっとナポレオン見てえからさ、ちょっと付き合ってくんねみたいな、歴史全く知らない彼女をね一緒に、ね、一緒に行ったらもうそれは終わりですよ、うん、それでこそナポレオン私めちゃめちゃ大好きやのって、もうナポレオン伝記とかめちゃめちゃ読んで、ジョセフィーヌっていうキャラクターにめちゃめちゃ愛着湧いてるんやでっていう方はね、うん、カップルで行ってもいいかもしれないですけど、あんまりねおすすめはしない。それでこそ映画付きリドリー・スコット監督があのナポレオンを描いた、それでこそデンゼル・ワシントンじゃねえやイコライザーじゃねえよ、イコライザー、ホアキン・フェニックスが演じておりますよと、じゃあ見るっきゃないでしょみたいにふうに思える方が見るべき作品なんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでですね、私個人的には、まあ、ぜひ見ていただいて損はない作品だと思うんですけども、見る相手はね、気をつけていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、それでは皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。